ちょっとここちょっと痛くないですね。見やかす。ここにいた人はどこ行ったんだ。え、今、え、なんか今、男の人の声聞こえません？え、今誰か歩いてますね。あ、もう、完全にこう住んでましたよね、これね。待って、え、ちょっと待って、女の人の声聞こえた。いや、もう、無理、ダメだ。ダメ。中止。今日はですね、編集さんの旦那様を連れてまいりました。はい、正弘くんです。今日ちょっとご案内していただくことになっています。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、ちょっと行っちゃいますか。はい。ここ入り口です。そうです、一応ここが入り口になってます。はい、失礼参りました。旦那様のここ入っていくんですか。そうです、ここをかき分けていきます。竹やぶじゃないですか、これは。もうがっつり竹やぶなんですけど、はい、で案内します。あ、いいですか、すいません。はい、お願いします。いいですね、いいな、これ。この先にある、もう、あ、もうあるのか。今、この目の前にある。はいはい、これか。この白い建物が、以上。へぇー。これまたちょっと、わからないところにありますね。本当にわからないですよ。何これ。絶対外からじゃちょっと気づかないですよ、これ。見えないですね。わかんないですよね、これね。めっちゃいい、これ。迷うな。なるほど、ここは先は抜き上げていく。今ちょっと広いとこ出たんですけど、はい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 、これが、え、あ、これ、あ、はいはい、これはですね、一応管理棟みたいな感じなんですよ。あ、これですか。ね、でその他に約3棟ぐらい。あ、結構あるんですね。ちょっと順次ちょっと、はい、行きますか。ここどこですか。ですね、ちょっと待ってください。わかんないです。方向が。わかんないですよね、これね。最初じゃあ管理棟行きますか。あ、行きましょう。はい。これは多分管理棟、あ、じゃない、まあ受付というか。はい、はい、はい。はい、結構もう、ボロボロっすね。かなり古いですね。古いっすよね。なんか嫌だな、入ってます。ちょっと気持ち悪いです。ですよね。はい。おお。あ、足元も結構、やばいな。かなり、緩い。足場が悪いかもしれない、ね。悪いですよね。ね、これが管理棟か。だと思われるところか。そうですね、これが管理棟だと思われる場所ですね。受付の場所がなんか見当たらないけども、なんかちょっと不思議な感じの作り方なんですよね。ああ、なるほど ね。なんだかいろいろあるけども、なんかこれ、あ、なんか四角だな。四角のあれですね、公開し、あ、うん、そうですね、四角形ですね、これ。四角形ですか。制作。でもここってそんな岩的なものは特にない感じなんですかね。全くないと思いますね。はいはい。はい、この奥見てきちゃっていますね。ちょっと足元が危ないので。あ、確かに本当だ。岩てかもう。もう崩れちゃってますもんね。そっちはもう多分天井抜けちゃってますよね。ですね。ええ。やばいですね。椅子だけ一つ。ちょっと思ったんですけど、ええ、いたずら書き？落書き？はいはいはい。落書き一切ないですね。そうですね。落書きに関しては全然ないですね。
あまりにも人目につかないからっていうのはあるかもしれないですね。ああ、はい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 。確かにこれ、全然わかんないですね、これは。ですよね。気づかないですよ、こんなところにあるなんて。本当に最近ですからね、気づいたの。ああ、なるほど。ちょっと次ちょっと待っていいですか。はい。はい。で一応ですね、そのすぐ隣にはボイラー室があるので。ボイラー室。はい。はい。ボイラー室。まあまあ普通のボイラー室って言ったらあれですけど。そうですね。これなんだ。あ、これ。お！え？何？何これ？あ！え？違う、違う、猫じゃないでしょ？何これ？動物っすよね？え？え？あ、え？ミイラ化す？ミイラになってますね。え、でもこんな表情してなくなります？なんか口バー開けて、めちゃくちゃ苦しそうにしてますよ。うん。ヒゲとかも全部なんかすごい残ってますね。牙からヒゲ全部残ってますね。これなんでこれ紐結ぶ首のところに巻いてあるんですか。これ縛ってありますよ、首のところに。あ、本当だ。あと釘、あ、釘もある。え、なんかやってたってことですか。でもこれ確実に人の手が入ってますよね、これね、首のところに。そうですね、間違いなく。そうですね、巻いてますよね。巻いてますね、これね。え、嘘。うん、なんだろう、あの釘とか横に置いてて。意味がわかんないですね。何かしら、要は、みたいな。ああ。マジか。なんでこんなとこで、こんなことしてる。あ、そうかそうか、そうですよね。うん、なんか儀式的なものもなんかあんのか。なんだろうこれ。いや、ちょっとこういうの、ちょっとよく心霊スポットというか、まあ、廃墟行くと、ありがちなんですけども、動物の死っていうのが結構あって、何回か見てるんですけど、こういうタイプは、正直初めてですね。あ、本当ですか。なんか、なんだろう、こんな苦しい顔して亡くなるものなのかなと思って。だからこれ首に巻いたロープだと釘だから、生きたまま、まあ何かもしかしたらやった可能性高いですよね。いやちょっとこれはきついな。なんかここの部屋入った時なんかちょっと気持ち悪かったんですよね。あ、そうですか。はい、あ、重いなーっていうのがあったんで、これなのかな。いや、ちょっとここちょっと痛くないですね、あんまり。この気分はちょっと、じゃあ、はい、次に。あ、そうっすね。はい、ちょっと待った。え、今、え、なんか今男の人の声聞こえません。え、ちょっと待った。え、今、え、なんか今男の人の声聞こえません。この席、聞き間違いかな。ちょっと、めっちゃ男の人の声聞こえた。本当ですか。はい。こっちに、またコテージタイプの方がありますので、これですね。ああ、ここですか。はい。もう扉ももう完璧に取れちゃってますね。取れてますね。ここも嫌だね、なんか。やっぱりでも、誰かしら住んでたりするんですかね。なんかちょっとそれらしい形跡がありますよね。少しね。しますよね。特にこれといって残留物があったりっていうわけでもないのか。本当ですか。
これ何でしょう。じゃあ次へ。ああ、そうですね、はい、次行きましょうか。これはなかなか、もう周りこんな感じだもんな。竹やぶすごいですね。ほんとすごいっすね、これ。じゃあ次はじゃあこの部屋に、はい、はい、よいしょ。何どうしたの。どうか風、待って待って待って、女の人の声聞こえた。え、今聞いたの僕もそうなんですか。じゃあ同じ人の声じゃないですか今。なんかそれっぽいのが聞いて、うん、うわ、なんかこう切ったな。なんだこれ。どうしました。なんかかかってます。なんだこれ。迷彩柄のかかってる、うん、なんだろうこれ、帽子？あ、違うか。フードの、うお！え？テント？あ、テント。え、テント？え、テントですよ。ですよね、テントですよね、これね。あ、もう、完全にこれ住んでましたよね、これね。そうですよね、誰かここにいましたよね。うん。滞在してましたよね。もう確実にいますよ、これ。ああ、もう。え、てか、この中いないっすよね。え、なんか、え、こっちの床が多分。あ、そっちか。うわ、なんか、やばい。うわ、なんかブルーシートも敷いてあって。完璧にもうここ住んでる。いや、もう完全に住んでました、これ。ですよね。完全ですよね。間違いなくこれ住んでますよね。はい。え、今誰か歩いてますね。歩いてますよね。だよね。え、この周りはもう全然民家とかないんで。確かに。あ、なかったですね。はい。違いな、ここに布団もありますもんね。ここでも今、あ、本当だ、布団か、ね、これ布団ですよね。ここで寝てたってことですよね。え、じゃあここにいた人はどこ行っちゃったの？っていうことですよね。洋服とかも、ありますね。ですよね。そう、これ亡くなったっていう可能性もあります。ありますよね。てか、この部屋来てからすっごいざわざわし始めたんですけど。急にですよね。誰かが歩いてるような音もしたし。なんかいきなり、なんか、さっきと装いが違いますよね。変わりましたよね。いやー、これこう、てかこれ、完全に。そうだ、生活してたものが置いてあるな。荷物とかなんかそのまんま多分置いていった感じ。なのか、ああ、衣類が入ってます。ですよね、衣類ですね、うん。もしかして過去にここで、まあ、発見とかそういうのもあった可能性はゼロではないわけですよね。ですよね。ここに住んでたってことは、はい、多分ここが最終地点ですよね。こんだけ物を全部置いてあった、不思議で、ここからいなくなるとしたら持ってきますよね。そう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 。種類とかそういうものは。そうなんですよ。これお弁当だと思う。だから全部残してるっていうことは、ここもしくはここのどこか周りどこかでっていう。
僕こんな場所だと思いませんでしたよ。いや、自分もちょっと予想以上でちょっと引いてます。いや、建物があるっていうのは知ってたんですけど、はいはい、実際中には僕も入らなかったんで。ああ、なるほど、なるほど。大体の立地条件しか。ああ、そういうことか。知らなかったんで、ここまでやってきついな。知ってなかったですね。生々しいな、なんか。生々しいっすね。すごいっすよね。あ、え？あ、気のせいか。いや、なんか、ガラスのところに顔みたいなのが浮かんだように見えたんですけど、今は見えてないんですけどね。マジですか？いや、なんだろう、気のせいなのかな。あ、気のせいか。いや、なんか、ガラスのところに顔みたいなのが浮かんだように見えたんですけど、今は見えてないんですけどね。マジっすか？いや、なんだろう、気のせいなのかな。やべ、ちょっと怖っ、ここ。え、ここら辺やばくないですか、意外と。いないとやばいですね。やばいとこ田舎なんで、はいはい。人目につかないところも多かったりするんですよ。あー、なるほど。そうすると、やっぱりね、うん、そういうところに、うん、どうしても行き場所がなくなった人たちは、はいはいはい。っていうのもあったりしますね。いやー、ちょっと重いな、結構。ここのポイントとしては、さっきのちょっと、まあ、猫の、というか、そうですね、はい、あった場所と、ええ、ここですよね。そうですね。自分はその2箇所がすごく気持ち悪いというか、ええ、嫌だなーって感じたところなので、ええ、どうしようかな、まあ、せっかく今日来ていただいたので、ええ、はい、一人検証僕もそれをやる形でまあ、せっかくだからいいじゃないですか。ああ、まあまあ、コバさんがそういうんで。はい。じゃあ、どうしようかな。じゃあ、ちょっと、まさひろくんは、はい、さっきの猫の子になったところ。あ、そっちですか。はい。わかりました。で、じゃあ、ちょっと、検証をお願いしてもいいですか。わ、はい、かりました。じゃあ、あとちょっとカメラ渡すので、はい、じゃあ、それを設置して、はい、わかりました。ちょっとそこで検証しましょうか。はい。よろしくお願いします。お願いします。テントのある部屋で、一人検証をしたいと思います。で、今日は特に、スピリットボックスとか、そういったものはやらないので、まあ、無言検証になると思うんですが、一番ここはちょっと、いわくがありそうな感じの部屋だったんで、ここでやっていきたいと思います。また足音。いや、タッキンは違うな。おっ、あ、風ね。おっ、あ、風ね。風かな。びっくりした。風？
ばさんいる？こばさんいます？無言の方がきついな。やめてください。いや、誰かいますか？屋上はないよな。撮影やめたんで出てきてください。女の方ですか？女性の方ですか？でもさっき男の人の声だった気がするけど。はい、はい、はい、何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 、無理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 、もう無理、もう無理、無理だって、小坊さん、もう無理、俺、もう無理。
たいけど。努力の方大丈夫かな。やばいんだけど。何の音だこれ。電子の音でしょうか。なんかもうやめてください。もう帰りますんでやめてください。帰ります。帰ります。ごめんなさい。本当にきつかった。マジできつかった。これは本当にやばいですね。はい、じゃあ今日はこんな竹やぶの中ですけども、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。To last a permanent high, colliding like the stars in the sky. And I give you my all, but now I see that you can never love me for me. I don't wanna give my all, put myself in your hands.To have you let me slip right through your fingers like sand. And I have been so caught up that I didn't even see that you could never love me for me.